ランマ2分の1視聴いたしました。よいしょ。ということで、昨日より放送スタートいたしましたランマ2分の1なわけでございますけれども、私ですね、旧作は見たことございません。子供の頃ですね、アニマックスだとかね、ファミリー劇場とか、そこら辺でちょいちょい見ていた記憶はあるんですけれども、しっかりとがっ次、真面目に視聴するのは、今回リメイクの、ランマ2分の1が初めてということでございます。なので、私が知ってんのは、ランマ2分の1の主人公はランマで、で、お湯か水かぶったら性別が入れ替わるっていう。だからそれぐらいしか知りませんでした。で、今回第1話見て、お湯で男性に変わって、で、水で女性になるっていうね、そこの知識は、しっかりとね、確定したんですけれども、ほんまそれぐらいしかね、ランマ二分の一は、知らないよーという、私でございます。で、そんな、ランマ二分の一、リメイクされるとね、発表されてから、放送されるまででございますけれども、一つですね、懸念点があったんですね。そのファンの方からですね。それって何かっていうと、乳首はしっかりと映すんかっていう、そこが問題になっていたわけでございます。で、これはもうめちゃくちゃ見ました。ツイッターとかで、ランマ2分の1の話題を見かけるたびにですね、わ、どうなんのかな、乳首、みたいな、すごい言われてる印象で、で、原作もそうですし、昔のアニメもそうなんですけれども、乳首がしっかりと映っていたんですね。で、そこが、この令和の時代にね、規制が厳しいですから、昔とはもう全然違いますから、規制のレベルっていうのがね、令和の時代で、ランマ2分の1は乳首出せるんかどうなんかと、もしも、ね、それができないのであれば、ランマ2分の1のリメイクはちょっと微妙かもしれないみたいな、そういう声まで聞いてたんです、私は。だから、ランマ2分の1って、思んないのかなって私正直思ってたんですね。だってそれしか言わないから。もし、エロがなければ、ランマ2分の1はダメだみたいな、ほんとそれぐらいまでね、言ってる方いらっしゃったんで、あ、物語に関しては微妙なんかなっていう、そういう思いをね、胸に、ランマ2分の1、リメイク第1話、視聴させていただきました。ほんで、第一はね、お風呂のシーンがございましたね。いや、ここでじゃあね、乳首どうなるんだいっていう話なんですけども、単刀直入に言うと、映ってませんでしたね、乳首は。で、もうそのやり方がね、わ、すごいなと思ったのは、乳首を隠すんじゃなくて、もう描かないという方向に行ったっていうところは、結構すごいなと思いましたね。なんかお風呂なんで、湯気とかで隠すっていう方法も、できるのかなって思いますし、めちゃくちゃ不自然ですけども、なんか光の線がファーン言ってね、入るみたいな。そういう隠し方がね、主流かなと思うんですけど、もうランマ2分の1はね、しっかりと胸は出すんですね。もう裸体は出すんですけども、でも、点は書かないという、そういう手法を取っていたと、いうところで、これ見て私は、すごくリスペクトを感じたなぁと思いましたね。なんか不自然にね、なんかもう顔から上だけ映すだとか、湯気で隠すだとか、光でね、隠すとか、そういうのじゃなくて、真っ向勝負をしつつ、規制はしっかりかいぐぐってるっていうところ。で、原作であったり、旧作のですね、構図とかあると思うんですよ。で、そこをあんま変えてないんじゃないかなって思ったりもしたんで、作品をしっかりとアニメに落とし込みつつ、規制をかいぐぐってるっていう、しっかりと、原作であったり、旧作であったりっていうところの、リスペクトっていうのはあったからこそ、描かないっていうね、描くけど描かないっていう、そういう選択を取ったんじゃないかなと思った次第でしたね。っていうところで、昔からのファンの方はですね、実際見たかったのかもわかりませんし、円盤ではね、書かれてるんじゃないかなっていうね、希望を抱いてる方もね、いらっしゃったっていうところではあるんですけれども、じゃあと、ね、今回エロはやっぱ削除されるじゃないですけれども、ランクダウンしていたかもわかりません。昔はしっかりと描いていたっぽいんでね、そこから比べると、ただの膨らみになってるわけですから、ちょっとあれなんですけども、エロがなかったランマ2分の1。ね、私は今回初めてランマ2分の1に触れているわけですけれども、どう感じたのかっていうのをお伝えさせていただきたいんですけど、ランマ2分の1の第1話。いや、めちゃくちゃ面白かったです。もうすっげえ面白いなぁと思って。で、最近リメイクって多いじゃないですか。で、今期で言うとですね、3クール目になるんですけども、ルローニケンシンが、
放送されております。で、前のクールで言うと筋肉マンやってましたし、で今年ねうるせえやつらとかもやっていたりだとか、私ねすごく大好きな作品だったんですけれども、あの東京ミュウミュウとかね、あのやっていたりとかして、リメイクって結構多かったりするんですよ。で、まあおもろい作品もあれば、あ微妙なリメイクだなってなったりもしてましてですね、結構そのリメイクする意味あるみたいな、リメイクって微妙やなって言われること多い印象ではあるんですけれども、いやランマ2分の1はすごく面白くて、でこれ見た時に、いやどの時代でもしっしっかりとおもろい作品っておもろいんだなって思いました。昔ね、の作品がわかりません。ランマ2分の1って昭和なんですかね、平成初期なんですかね、ちょっとわかんないですけども、そんな昔のね、作品であっても、令和の時代で軸がしっかりと面白ければおもろいんだっていう、ね、そのラブコメの要素ね、その性別が入れ替わるっていう、主人公とヒロインのね、恋路なんかすごい気になるし、しかもどん底のスタートじゃないですかね、裸見られた、みたいな、もうめちゃくちゃマイナスだとところから、スタートするこの二人がどういう風に結ばれていくのかっていうのも、楽しみですし、でギャグの部分もいやめちゃくちゃ面白かったなっていうね、コミカルにすごく、いいギャグをね、あの見させていただきまして笑えますしっていう、ところで、いやすごい面白かったんですよ。だからこそ思うんですけど、いやなんでそんなねエロないだけでラマ2分の1は微妙だみたいな前評判があったんかなってすごく思いましたね。いやもっと、いやエロはないかもしれない、この時代ね、令和の時代になかなか難しいかもしれませんけれども、でもね、ラブコメの部分すごい面白いんですよと、ランマ2分の1はと。で旧作も見たことございません、であの原作も読んだことございません、そういう人たくさんいると思いますけれども、ぜひランマ2分の1見てみてくださいみたいな、そういう人おってもええのに、まあ私がね見かけなかっただけかわかりませんけれども、基本的にはランマ2分の1のそのエロい描写ってどうなるんだと、あれがなければランマ2分の1じゃねえみたいな、そういう意見ばっかやったんで、いやなんかもっと私ご利用して欲しかったなっていう気持ちはございます。とにかく。ね、私、ほんと新規ですけれども、ランマ2分の1めちゃくちゃおもろかったんで、いや、何クールやるかとか全然調べてないんですけど、多分、最後まで、完結までやってくれるんじゃないかなって、最近のね、リメイク作品見てたら思うので、すごい楽しみです、今後、ずっと。ランマの2分の1最終回まで追いかけたいなと思った次第でございますっていうところで、以上で感想を終えたいなと思います。まあ、ぜひともですね、皆様の感想も教えていただければなと思いますし、で、昔のね、ランマ2分の1旧作も見ていましたよっていう方いらっしゃいましたらですね、その第1話が、まあ、旧作と比べて、どんなもんだったのかっていうのを教えていただけますと幸いですっていうところです。動画終わるんですけれども、チャンネル登録するかどうかもお任せしますし、まあ、おすすめの動画どっかにあると思うんで、あと1本ぐらい視聴していただけますと幸いです。800人の届けで。